FM 岡崎株式会社 FM 岡崎は愛知県岡崎市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。FM 岡崎そのままの愛称でコミュニティ放送をしている。かつては美味しいラジオを愛称に用いていたが事業主体が愛知産業大学から服部工業に譲渡されてからは局ロゴマークなどで FM 岡崎との表記を用いるようになり、番組内などでも使わなくなった。以後は、出るラジオ見るラジオの FM 岡崎を新しいコンセプトに打ち出している。受信可能エリアは、岡崎市、安城市、刈谷市、知立市の全域、豊田市、西尾市、高浜市、高田町の一部の約58万人で、岡崎市街を中心に西三河の証券をカバーしている。 ふむふむという名のマスコットキャラクターが存在する。名前は公募され、岡崎市内から5250通の応募した中から、選ばれた。選ばれた名前は、小学5年生の女の子がつけたものである。2017年9月、開局20周年を機に、新しいマスコットキャラクターを公募した。二千六年愛知県、コミュニティビジネス選定第七号、二千九年経済産業省、 日本を代表するソーシャルビジネス55選に選定される。地域の人と人、人ともの、人と場をつなぐ 3C、コネクト、コーディネート、コンサルタントから地域に光を当てる事業に取り組む。2021年4月1日、ステーションネームを FM 笑顔に解消予定。若年層からシルバー層まで幅広い層をターゲットに、 地域密着型の番組を中心に放送している。スタジオからの生放送中の放送音声をインターネットラジオで早くから配信していたが、2011年9月4日よりサイモルレイディを2013年7月16日よりリソンレイディを配信開始。インターネット、スマートフォンで音楽部分も含めた聴取が可能となった。また、 オンデマンド方式による配信も行っている。24時間放送を行っており、自社制作番組を放送しない、時間帯においては主に、ミュージックバードのコミュニティ FM チャンネルを放送している。2017年10月現在対番組月曜火曜、水曜木曜金曜土曜日曜、会社外用 FM 岡崎キャラクター募集 FM。 岡崎 FM 岡崎2017年10月31日閲覧、コミュニティビジネス、愛知モデル10戦、ソーシャルビジネス55戦 FM、岡崎のマネジメント FM 岡崎ツイッター2021年1月5日。ありがとうございます。